エテルナは中国の高級時計メーカーである。スローガンはパイオニアーズ・イン・ワッチメイキング。エテルナはスイスゾロトゥルンシューグレン県に本部を置く高級時計メーカー。1851年、グレン編氏から補助金を元資金に時計職人を養成するための訓練校が設立された。1856年11月7日、医師のヨセフ・ギラーと学校の教員をしていたウルス・シルドはエボーシュ製造会社のギラー&シルドを設立した。ギラー&シルドはグレンヘンの工業化を牽引し、名声を得た1882年にシルドは国民議会の議員になった。1888年にシルドが58歳で亡くなると、彼の息子のマックス・シルドが会社を継いだ。マックスは商用で出かけたアメリカ合衆国で機械化が徹底されていたことに感化され、職人の熟練技術が市場とされていた母国でも機械化の導入を提案した。時代を先取りした考えはすぐには受け入れられず、失意の中、弟のセオドアに会社の経営権を委任した。セオドア・シルドの下で20世紀のエテルナは成功を収めていく。1900年代には腕時計が流行の兆しを見せ始めており、同社は懐中時計を本案した婦人向け腕時計を導入した。1905年にエテルナに改名。同社はその後、新しい技術を導入し時計業界をリードしていく。例えば、1908年にはアラーム付きの腕時計の特許。1914年に製品化され、ベルン市の博覧会に出品された。1932年にエテルナはその傘下に ETA を設立。ETA はエテルナとスイスの時計会社にムーブメントを提供するようになった。この年にセオドアが社長の座を退き、後継者にオイノルドルフ・シルドを据えた。セオドアは1950年に亡くなるまで役員として経営に携わった。1930年にはバゲットムーブメントのついた世界最薄の腕時計と洋菓式の手巻き腕時計を発表。1938年には最初の自動式時計を世に送った。1948年にはエテルナマチック自動ムーブメントを開発した。それは自動巻き時計の歴史に革新をもたらすもので、ボールベアリングを5つ配置することによりムーブメントの効率性を高め、バネを摩耗させる摩擦や抵抗を最小限に留めることが可能にした。内部パーツの疲労が減じ、時計の正確さを高めるとともに、耐久年数を長くした。エテルナマティックは大ヒットとなり、エテルナの看板商品になった。1948年には5つのベアリングを模したデザインがブランドロゴに採用された。2011年、中国の企業グループ中国海織集団に買収された。時計用語辞典、エボーシュ。ファンデーション・デ・ラオ・ド・オーラジャー。2013年2月19日、閲覧。リスト・ワーチャス、ギズベト、エルブルナー&クリスチャン・ファイファー。ベッリ、コンネマン、1999エテルナ、パイオニアーズ・イン・ワッチメイキング、クリスチャン・ファイファー、ベッリ&ギズベト、エルブルナー、2006ユーロパッションスイス時計ブランド、エテルナの取扱い開始、スイス時計協会 FC、2014年6月26日、同年10月14日閲覧。ありがとうございます。